さあというわけで皆様長時間のご視聴ありがとうございました。まあこのプレゼントダービーの流れ、奥多摩パーティーがあり、そして特典映像としてですね、なんと東北へキムさんがずっと、やっていなかった罰ゲームをやりに、本当にやりましたね。やりましたね。で、木村さん絶対に母親の前ではっていうのはそれだけ勘弁してくれと、それが条件だと言っていたのに、お母さんから出てきてしまったというね。結果的にまあちゃんと罰ゲーム履行したと。まあ絵にはちょっとお母さん入ってないんですよ。あの茂みに隠れられてたんで一応。そうですね、アンブッシュしてましたね。なんでですけど一応お母さん見てる前で、いやあれはやってるんだぞと、お母さんと甥っ子がいる前で、久しぶりに帰ってきたおじさん、なぜかですねベルボトムを履いて、パンパンと、岩手の空に空砲を撃つというですね、これは本当素晴らしいですよ。もうその前中野ですよ。中野最高だったじゃないですか。あそこから我々の岩手の旅始まりますからね。そこスタートですからね。そこスタートで、まあ、台風マーゴンから逃れ、ざんざぶりの長い岩手行き、戻りは全くアドリブでニュージーランド、そして仙台と、まあまあ良かったんじゃないですか。油揚げすげえうまかったもん、あれお土産のやつも。というわけでこれがねまだね仕上がってはないので、まだ油揚げが入ってるかどうかもう分からないし、まあまあでも入ってますよ。油揚げで終わってますから、油揚げが食べて終わるっていうのはちゃんと綺麗な終わり方ですから、この番組は。何を言ってるんですかあなた。油揚げで終わる、今見えた。見えましたよ、3日後のオチが。終わりましょう。なんだよ。見えました見えました。ですね、今回この最後の我々の喋りを皆様本編だけを見てここにたどり着いているか、オーディオコメンタリー付きの映像で見ているかで通り道が違います。なんと右ルート左ルートを設けてしまいました。ですね、まあ簡単に言うとオーディオコメンタリーが映像の尺と同時に終わらなかったんですね。でそのままですね延々喋ってます。何分ぐらいの予定ですかね。15分ぐらい。15分ぐらいオーバーしましたね。音を聞いてください。あのオーディオコメンタリーで映像が終わっても我々喋ってますから、まあボーナストラック的な、そうですね、おまけだと思ってね、ポキャス時代を思い出して音声だけでお楽しみいただければと。拷問だよ、一日で見ようとしてる人に。そうですね、あー終わったと思って、うわ終わんねえのかよみたいな、頭に入ってこないんじゃないかっていうね喋ってることは。というわけで我々のもう次の使命はボリューム3であると。これ小島プロデューサー、じゃあ正式に発表してください。はい、皆様お届きの時点でもうこうチラシが入ってると思うんですが、なるほど、サンタロードで公約通りボリューム3までこぎつけることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。我々の DVD が3枚も世に出てしまうという。いや3枚ってなると結構ちょっと並べた時にいいですよね。ゆっくり見てもらって、ゆっくりゆっくり見てください、細切れでね。で楽しんでいただいてボリューム3への期待を膨らませていただきたいと思う次第でございます。というわけで皆様よりにきポキャス TV でボリューム2お買い上げいただいて誠にありがとうございました。